お邪魔いたします、御師様。差し支えなければ、これからは私に御師様のお世話をさせていただけませんか？終わりを慈しむこと、初めのごとくなれば、すなわち破るることなし。御師様のお望みとあらば、私、頑張りますよ。くすぐったい。御師様、お戯れは後になさってください。御師様、今日は何が食べたいですか？ご要望があれば、私もありがたいのですが。あら、御師様、ありがとうございます。お気遣い嬉しいです。時間があるときに、一緒に五行について勉強しましょう。とても奥が深いものですよ。うん、そんな、いきなり。でも、いいですよ。あなたならいいです。私も御師様のためにもっと力になりたいです。これからは新しい肩書きで共に歩んでいきましょう。今年の冬は安泰だね。イエーイ、蓄えがさらに増えたね。ありがとう。カラス、カラスがいっぱい。ああ、王子様、追っ払って。王子様、見て見て、この魚、全部私が釣ったのよ。リスが飛んでいるところを見たことあるの？私も飛んでみたい。今日もお出かけ日和だ。御師様、一緒に出かけようよ。おかしいね。こんなにもいろんなところに一緒に行ったのに、もっと一緒にいたいって思っちゃう。だから御師様、これからもずっと私と一緒に冒険に行ってくれる？